あの銀行員に憧れている私の彼氏はさらに影響を受けていて困っています。これはまさか。まさか。姿勢がいいな。もう時間だ。そろそろ行こう。前売りで買った映画のチケット。さっき渡してるな。もちろん。あれ。あれ。あれ。え？もしかしてなくした？やばいじゃん。やばいどころじゃない。相当めちゃくちゃ激しくやばいぞ。そのまんまだ。もう私直樹のそういうところ嫌。すぐに物なくす。言わなかったけど、私があげた誕生日プレゼントの時計なくしたでしょ。私気づいてるんだからね。本当にそういうとこや。あなたのお考えはよくわかりました。それでは私どもは私どもで筋を通させていただきます。何？筋って何？あなたは私とお付き合いをしている。例えるなら私という株を買っているんです。株を買うということはその会社を応援するということでもある。そうなるとちょっとやそっとのことで怒らない方がいい。株買ってないから。そうやってすぐ言い訳する。謝って謝ってよ。またほら。もうそう。謝りなさいよ。ほらこうやって謝れ。謝れ直樹。謝れ。この案件に関するあなたの力の注ぎようは容易に想像ができます。案件って何？それに対抗するにはそれなりの準備が必要。全然噛み合ってないんだよな。私はあなたに怒ってるんですけど。もう一度申し上げます。私どもは全身全霊をかけて御社を叩きのめすつもりです。ご覚悟。怒ってるの私だから。あなたは自分の立場分かってる？始まった。あ、まだいちゃう。やばい。妄想。あ、入る。妄想入る。やべ。君はもうおしまいです。え、やってくれんの？おしまいです。すげえ、やってくれた。忘れるな。大事なことは感謝と恩返し。その二つを忘れた未来はただの独りよがりの絵空事だ。君たち世代の倍返しを私は心から期待しています。
賛否は念入りに仕留める。